チビクロサンボは世界的に広く読まれている童話、絵本。元はグニであった夫とインドに滞在していたスコットランド人ヘレン・バンナーマンが自分の子供たちのために書いた手作りの絵本であった。後に交換され多くの海賊版によって広くルフした。アメリカ版の表紙手作りの本として誕生したチビクロサンボは知人を通して イギリスの出版社に紹介され、1899年に、英国のグラント・リチャーズ社より初版が刊行された。子供の手に収まる、小さな絵本で、文も絵も、ヘレン・バンナーマン自身によるものである。著作権の混乱から、アメリカ合衆国では、いわゆる海賊版が横行した。改編された箇所も多く、特に絵は、原作と違うものが使われることが多かった。 その多くは主人公をインドの少年からアメリカに住むアフリカ系黒人の少年に置き換えたものであった。このことが後に人種差別問題と深く関わってくることになる。またアメリカ版ではかなりの部分で設定の置き換えが行われた。一例を挙げれば主人公の少年が迷い込むジャングルは竹藪から森に変えられ、またある挿絵では 少年の母親はアフリカ系エプ人のふくよかな特徴を与えられた。しかし、虎が登場する箇所に関しては、当時のアメリカの海賊版編集者の多くが実物を見たことがなく、イメージできなかったためか、改変を免れている。こうして一部の海賊版では、アフリカを想起させる背景描写と、インドを想起させる虎の混在が行われるようになった。 日本で広く知られるようになった岩波書店の日本語版、チビクロ、三母館、120万部以上が売れたとされるも、こうしたアメリカ版の一つであるマクミラン社版に使われていたフランク・ドビアスの絵を用いている。日本でもアメリカ同様にこの絵本には著作権がないと、みなされていたため、海賊版が横行し、国内の主要な出版社ほとんどすべてから70種類を超える。 いろいろな、ちびくろさんぼが出版された。日本で出版されたものの多くは、主人公の名前を、さんぼと、カタカナ書きし、ちびくろをひらがなで、形容詞的に用いていたため、ちびくろさんぼという表記が最も一般的なものとなり、これらのいろいろな絵本を総称する場合も、ちびくろさんぼとするのが普通である。このように多くの絵本が出回った中で、岩波書店版は、 最初に広く普及したものであったことから、オリジナルと違う絵が使われていたにもかかわらず、日本では、いわゆる定本とみなされてきた。しかしその後、アメリカでの黒人の公民権運動の高まりと連動して、黒人差別であるとの批判を受けるようになり、1988年には、出版社が一斉に絶版させる処置を行った。これにより、 岩波書店版を含め、事実上すべての出版社のものが、自主的に絶版となり、書店から回収されるに至った。一斉絶版問題以前には、ヘレン・バンナーマンによる原作そのままを日本語訳した、ものは出版されないままであった。原作そのものの日本語版が出版されたのは、1999年の、チビ・クロサ・ンボのお話が初めてである。 同じ軽書房から、英語の完全復刻版画も出版されている。主人公は、父ジャンボ、母マンボと一緒に暮らしている男の子、サンボである。両親から新しい紫の靴、赤い上着、青いズボン、緑の傘をもらったサンボは、竹藪に出かける。しかし通りかかった4頭の虎たちに食われそうになり、身につけたものを一つずつ与えることで許してもらう。 サンボは裸にされ、号泣する。一方四頭の虎たちは、戦利品を奪い合って、尻尾を噛んで輪になって、木の周りをぐるぐる回り始める。その間に、サンボは与えたものをすべて取り返すことに成功する。虎たちは、最終的に溶けて、ギーになってしまう。サンボ一家はそのギーでパンケーキを焼く。マンボは十七枚、ジャンボは五十五枚。 サンボは169枚も食べた。双子の弟、ウーフ、ムーフが生まれ、サンボは面倒をよく見る優しいお兄ちゃんになる。誕生日にはプレゼントをして、可愛がる。ある日サンボが夕食の羊肉を焼く焚き火を取りに行った隙に、双子は2匹の悪い猿に誘拐されてしまう。猿たちは、双子が逃げられないように高いヤシの木の上に隠す。 悲しみに暮れるマンボとサンボ。サンボの必死の創作の末、ヤシの根元に置き去りになったマグカップと樹上から降る双子の涙を発見し、双子がヤシの木に隠されていることが明らかになる。サンボはジャンボからもらった金槌打ちで長い釘を打ちながら足場を作って登っていくが、針のような刃に阻まれ、救出は失敗する。サンボが木の下で泣いていると、 ちょうど上空を飛んでいた一羽の大鷲が降りてきて、三母から事情を聞き、双子の救出を心よく引き受ける。悪い猿たちは恐ろしい大鷲の姿を見て驚き、その場から逃げていったが、その様子を見た双子も大鷲を恐れ、樹上から出てこない。再び救出は失敗する。困った大鷲は三母に事情を説明し、今度は三母を背中に乗せて樹上に向かう。 サンボの姿を見た双子は安心して樹上から現れ救出はようやく成功する。双子を大足の両肩に色違いの帯で縛って三人とも家まで送ってもらう。サンボたちは家で心配して待っていた両親と感動の再会を果たす。一家は双子を助けてもらったお礼として夕食に食べるはずだったよう肉を大足に全部与え、大足は 喜んでその羊肉を自分の子供たちのために持ち帰る。大足の親子は羊肉を、三母一家は代わりに、マンボが焼いたパンケーキをお腹いっぱい食べ、両者ともに大いごちそうで、ハッピーエンドとなるが、悪い猿たちだけは何も食べるものがなかったという。ストーリーは上述の通りであったが、当時発行された多くの本は、 細かい設定を若干オリジナルから改変したところもあった。イギリスでもアメリカでもこの絵本は広く受け入れられ、一時は黒人のイメージを向上させる本として図書館の推薦図書にまでなっていたが、公民権運動が進展した1970年以降に人種差別との関連性が指摘され始め、各地の書店や図書館から姿を消した。 問題とされたのは作品の中の男の子の名前。サンボがアメリカ合衆国とイギリスにおける黒人に対する別称と共通しているということ。サンボが169枚のパンケーキを平らげる描写が大ぐらいの黒人を馬鹿にしているのではないか。サンボの派手なファッションは黒人の美的センスを見くびっている。黒人のステレオタイプな表現などである。 日本でも1953年に岩波版が登場して以来、常に人気の高い絵本であり、主要な出版社から70種類を超えるいろいろな版が出版されていた。1971年と1976年には、三村図書館校の教科書、昭和、苦心国語2年上に掲載されている。1974年には、 自動文学科のハイタニ・ケンジロウが、おやすみなさい、チビクロ、サンボにおいて、差別的であると指摘しているが、鳥越慎也石井桃子による、両書であるという評価が優勢であり、大きな動きにならなかった。1988年、事実上すべての出版社がこの絵本の出版を、自主的に取りやめてしまうことになった。 1988年7月22日に、ワシントンポストに掲載された祖号東京店の黒人マネキンに対する批判記事を発端として、海外の黒人表現を見直す動きに誘発され、当時結成したばかりの有田紀美子とその家族で、構成される市民団体、黒人差別をなくす会がこの絵本の主要な発売主で、ある、岩波書店及びその他の、 サンボの日本語版絵本を出版していた各出版社に本書は差別的であると抗議。岩波書店はこの本を絶版にし他の出版社もこれに追随した。当時オリンピック誘致活動を行っていた長野市では市内の学校や家庭にあるチビクロサンボの書籍を廃棄処分にするようにという要請を行ったが行き過ぎであるという批判もあり撤回されている。 これらは、マスコミによって、大きく取り上げられ、差別表現に、神経質となった世論の影響が大きい。また、カルピスの商標、ダッコちゃん人形など、その他の黒人表現の自主規制にもつながった。さらにこの運動の余波を受け、1989年には、堺市女性団体連絡協議会が、童話、絵本研究会を設立し、白雪姫、 醜いアヒルの子、小太りじいさんなどが差別的であるとして修正、改善を求める要望を各出版社に送るなど、童話に関連する差別問題は賛否両論を起こした。こうした絶版措置を支持する声もある一方で、ちびくろサンボに愛着を持つ人々からは絶版措置に不満が起こった。サンボは南アメリカにおいて、 インディオと黒人の根血を指す語であり、差別語ではないとする反論や、サンボマンボジャンボは、シェルパ族の中では、一般的な人名であるという反論もなされている。なお一部では、発売禁止措置が取られたかのように誤解されているが、出版社による自主的な市場からの撤退であり、発売禁止になったわけではない。日本では、言論出版の自由が、 日本国憲法に明記されており、司法裁判所の事前抑制として、出版差し止めの仮執行を行うことが、理論的には可能なことを除いては、民間や政府が発売禁止を行うことはできない。またサンボの名については、タミル人の文化から名付けられたとも指摘されている。タミルでのサンボの名前自体、ヒンドゥー教の柴神からの由来の名前の一つ、 シャンボーの変化した名前であり、タミルの現地では、サンボの名前は幅広く使われている。作者のヘレン・バンナーマン自身、ヒンドゥー教を信仰する、タミル人が住む南インドのタミル・ナードシュー・マドラスに在住していたことからバンナーマンも、インドでイラストを描いた際、現地のサンボを視覚的に描いていたとも指摘されている。なので、サンボとは、黒人のことではなく、 作品に登場するサンボという名前のタミル人の子供のことを示しているとの指摘もある。同様の植民地時代における黒人別紙の思想をはらんでいると指摘される作品としてはゾウのババール、ドリトル先生シリーズなどがあるが、それらのいずれも日本国内で絶版措置は取られていない。この事実はポリティカルコレクトネスによる一方的な 黒人に類似した見た目という理由だけで、むしろ人種の多様性を別視している S ノセントリズムによって引き起こされた文化多様性を欠く言論統制、文化浄化をはらんだ問題であるとも言える。1988年の岩波書店版に引き続いて全ての出版社が絶版の措置を取ったことは、この本の出版契約を正式に交わしておらず、 著作権上の問題があったためではないかという指摘もある。1989年、一斉絶版措置に反対して、ブラックサンボ君が出版されたが、大手の取り次ぎ店での取り扱いがなされなかったため、一般にはほとんど知られないままであった。1997年10月に、北大子書房から、原作者、ヘレン・バン・ラーマンの著作権継承者であるイギリスの、 ラッジ・ド・ベアーズ・パブリッシング社との契約に基づく、改作本、チビクロ散歩が出版され、講述する、アメリカ版の改作本2作とともに、マスコミに取り上げられた。本作は、チビクロという名前の犬が散歩するという意図での、改作であり、黒人そのものは登場しないが、本作出版後には、岩波版絶版のきっかけとなったと言われる市民、団体、 黒人差別をなくす会から、北尾寺書房への抗議が寄せられた。両者のやりとりは解作者、森まりもこと松本大学教育学部教授主、カズのウェブサイトの該当ページに公開されている。ちびくろ散歩出版をめぐっては、東京大学大学院教育学研究科教授、市川慎一による、ちびくろ散歩の出版はこれか非かという解作者らを、交えた。 心理学者による電子討論の記録が出版されている。1997年から1998年にかけては、主人公はアフリカ系黒人のまま、名前をサムとして、ストーリーも改変した、サムザ・タイガーズやイラストを本来のインド風にして、主人公とその家族をババジ、ママジ、パパジとした、ザ・ストーリー・オブ・リトル・ババジというアメリカでの改作の、 翻訳版の出版も相次いだ。1999年5月には、軽書房から、チビクロサ、んぼのお話が、現著と同じ内容、想定、タイトルで復刊され、2ヶ月で8万部を売った。役者は、永本正久。ままた彼の著書には、チビクロサンボ用語の立場に立ってその経緯や、差別論に関する議論をまとめた。 ちびくろさんぼよすこやかによみがえれがある。なだもとまさひさの報告によると、絶版騒動の際に、ちびくろさんぼの観光を批判していた、ブラック解放同盟中央本部のある、ブラック解放センターの書籍売り場に、この2冊が平積みされていたという。2005年6月に著作権の切れた、岩波版の、ちびくろさんぼが随運者から17年ぶりに復刊され、 5ヶ月で15万部を売った。ただし、岩波版は原作でなく、黒人の人種的特徴を誇張で問題になっている。フランク・ドビアスの絵柄をもとにした問題のある、モノダリコの絵を使ってのチビクロサンボの復活には、ロサンゼルスタイムズ紙をはじめ、海外のメディアは、批判的にこの復刊を伝えたが、かつての絶版騒動の頃と違い、 国内のマスコミが生還したこともあって、特に大きな問題となっていない。岩波書店は、この復刊を編集権の侵害として抗議したと、されている。また、旧岩波版が抱えていた、著作権問題は、新しい随運者版でも解決されないままである。随運者は、その後も、もともとは、岩波版一冊に収められていた。 もう一つのストーリーを別冊にして、チビクロサンボに、ヘレン・バンナーマンによる、別の絵本を原作としたストーリーを、チビクロサンボさんと名打って出版。ただし、主人公が、女の子から男の子になるなど、内容面はほとんど違う物語と言える程度に、改変されている。2008年6月、軽書房が、岩波版、チビクロ サンボの元になったアメリカ版現象を忠実に再現したチビクロサンボを出版。岩波版ではサイズなどの規定によって丸々カットされたり、切りりや左右反転といった形で流用されていたイラストも原型のまま掲載している。加藤夏希 2010P45 から47日本版ではホットケーキとするものが多い。インドには例えば動作、チャパティ、 パラーターなどのような薄いパンケーキもあるため、一度に、これほど大量に食べることも、不可能ではないと考えられる。ハイタニ・ケンジロウは1974年の、おやすみなさい、ちびくろ、サンボにおいて、サンボの用語を批判している、ハット AB 加藤夏樹2010、P52 加藤夏樹2010、 p51https コロンスラッシュスラッシュ opac.library.twcu.ac.jp スラッシュ opac スラッシュリポジトリスラッシュ1スラッシュ2236スラッシュ kj0004475435 ドット pdf ab 加藤夏希2010 p46 から47加藤夏希2010 p47 だっこちゃんについては日焼けした 日本人に少年であるという見解が用いられている、加藤夏希2010、P45、Foo is Little Black Sambo Tanmul Culture, Discover Tamil Sinkers, Creators and Doers, Hattu Kazoomori, A Companion of Majingness, For Japanese Children and Senior Citizens of the Story of Little Black Sambo, Social Behavior and Personality.33 455から 466https コロンスラッシュスラッシュ r e s e a r c h m a p j p スラッシュ kaz-mori スラッシュパブリッシュドペーパーズ、e r s 908017アタッチメントファイル pdf ヘレンバナマン改作え森マリモチビクロウさんぽ森マリモワケ北王子処方 1997年10月。ISBN47 億6282万989。守る数を。守る数オのホームページ。2010年7月20日閲覧。守る数を。黒人差別をなくす会と北王子書房との質問上のやりとり。守る数オのホームページ。2010年7月20日閲覧。 ちびくろ散歩の出版はこれか。ヒカー心理学者、学生による、電子討論の記録。市川新一、北王子書房、1998年12月。ISBN47 億6282万1276。レスター、ジュリウス、ジェリー・ピンクニー・サム・ザ・タイガーズ。ダイヤル。ISBN0803720289。ジュリアス・レスター。 エジェリー・ピンク・ニー、おしゃれなサムと、バターになったトラ、佐久間・ユミコ役、ルース・インターアクションズ、1997年。ISBN49 億3833万9331。バインルマン、ヘレン、フレッド・マーチェリの、ザ・ストーリー・オブ・リトル・ババジ、ハーパー・コーランズ、ISBN978 から0062050649、ヘレン・バンナーマン。 フレッド・マルチェリーの、虎のバターのパンケーキ、ババジ君のお話せない小分け、評論者、1998年。ISBN4 億5660万 385X。ヘレン、バナーマン、え、フレッド・マルチェリーの、チビ黒さ・クロサ、んぼのお話、な田もとまさひさ役、軽処防、1999年5月。 ISBN47 億7千50万1730。名田本雅久、チビ黒三母よすこやかによみがえれ軽処房、1999年6月。ISBN47 億7千50万1714。ヘレン・バンナーマン、え、フランク・ドビアス、ちび黒、三母、三つ三しな也や役、随運者、2005年6月。 ISBN 49億1万6万六1五6556フランク・ドービアーズ2010年7月20日閲覧加藤夏希 2010P50 これは絶対買ってはいけない H バンナーマンチビクロサンボ随運者同百万スリー第18巻第1号、2 0 0 5年7月1日守る数尾のホームページヘレンバンナーマンへ 岡部冬彦、ちびくろ、三母に三吉夏也役、ずうんじゃ。ISBN49 億1 6百1万6564。ヘレン・バン・ナーマン、え、フランク・ドビアス、ちびくろ三母三吉夏也なつや役、軽処防。ISBN47 億7050万1994。ありがとうございます。